はいこんにちは、えー、日曜日はリボルバーサンリボがやってまいりました、えー、今回はですね MGC のですね、えー、M586 モデルガンご紹介したいと思いますでこちらはですね随分、えー、前にね、えー、ご紹介しました、えー、マルシンのバージョンですね今日はあの比較にこれを、えー、国際のがですね今手元に6インチの ABS シルバーと あと4インチしかないんで6インチということで今パッと出てきたやつでこのパッと出てきたってことは私これ大好きなんですぐ出せるところに置いているということがあります綺麗なブルーイングがされていますもちろん私がしたんではなくて全オーナーの方がブルーイングしたものを私はオークションで手に入れたというものですねはいで今日の主役はこちら 先週はね、もうリボルバーファンの方にはある程度ご満足いただけたんではないのかなと自負しております。えー、3日間連投でリボルバーってことになりましたね。土日月と。はい。で、今回は、えー、いつものサンリボということで、えー、これを一生懸命紹介してね。まあ、あと、えー、昨日か、えー、使ったね、MGC のカタログでこの辺が売り出された時代背景と他の製品なんかも一緒に見れたらいいなと思います。 面白くななってきましたねね、えー、米国大統領選挙、ねはい、なんかね不正は陰謀論だなんて言ってた人たちねあとあの一部の、ね、保守系の評論家の中で一気に、ね、申し合わせたようにねもうあの、えー、民主党側の、ね、立候補者、ね、B さんをねもうほぼ決まりでどうのこうのとかねでもあの共和党の方が議席をね 上院下院とも取りそうだからそれでいいんだとかね、下り顔で言ってる人いますけれどもね、実際、宣誓供述書付きの証言というのがどんどん提出されていますんで、これはもうとことんいくんだろうなと、私は期待しておりますあの。本当にもしね、アメリカのね、選挙、まあ、そういったものが金で買えるようになってしまったらね、もう本当に世界暗黒時代ですね。 やっぱりね、前にもお話ししましたけど人類はねこれからもね、えー、今の我々よりはるかに優れた品格とか人格を持った人類に進化していってほしい中でねもうそうこうここ逆すするよよ。なことはもももやめてもらいたいたですよもうね、えー、レモン現象っていうんですけれどもねあの大陸でものづくりしたおかげで世界中のね、えー、工業製品の品質が落ちてしまったとこれが同じことがね人の人格とかね、えー、心にね ししてはしょうがないですからねもうああいう国は飛行石かなんかでね飛ばしてしまいたいですね本当にでまたねよくあの、えー、中国共産党とね人民は違うんだなんていう理論をおっしゃる方いらっしゃいますけどそれは個人差はもちろんありますけれども人民でも悪いやついっぱいいますよ犯罪発生率見てください国内でのあれみんな共産党以がやってるわけじゃないですからね で、さらに、えー、今、一生懸命、どさくさまぎれにね、学術会議問題でごまかそうとしている陰でね、RCEP ね、えー、12日にでも結んじまいましょうみたいな話してます、15日か、にもなんてね、大筋決定しましょうなんて、とんでもない話ですね。RCEP って皆さん、ごまかされてないと思いますけれども、あれはもう <laughs>、ただ単にあの中国を助けることにしかならないですからね、基本的にはね。 どうしてもねあの大陸でビジネスしたいっていうねあの経営者の皆さん本当ねよく計算し直してくださいもう50年先まで、まあ、50年無理でもいいです10年先まで私のよく知ってる企業でもねこれからは中国の時代だと販売拠点を作るために工場を建てるんだって50年間借地させられた挙げにね全く中では売れませんえー、っとよほど作れないもの以外彼らは全部内需で回さないとやっていけない国になりますから はっきり言ってねもうう外から物を売ろななんてことを考えいいい方がいいです。よくあの、ね、これあのヘレン・ミアーズさんの本にも出てきますけれども大東亜戦争の前もねあの欧米はねあの中国の当時5億の民がねマーケットになるんだとかっていう幻想これ結局どうなりましたっていうことですよね。 ましてやね、あのチベット、ウイグルのああいう人たちを労働力として使ってね、えー、おかしなことをしているということでやってる以上ね、もうそんなとこね、もうサプライチェーンどころか取引先に加えてもダメなんですよ。貧乏してもいいからおかしなやつとは付き合わない。実際、日本ではね、今、反社の人とね、お付き合いしたり取引したらダメですよね。同じことなんですよ、国と国でも。と私は思います。 ご異論のある方もいらっしゃいだしお方もそれはもうもちろんあのご自由にどうぞと私は言いたいことを言わせていただきますということですねまたすいませんねヨタ話がねヨタ話じゃないんですよこれね RCEP はね人的にこっそりねあんまり表に出てこないですけども経済面以上にね人的交流をフリーにしましょうって話になりますから今よりひどいことになりますよでこれとね何度潰してもまた復活するね韓国と日本トンネルで結びましょうって言って バカなんですねもう絶対ダメですそんなことしたらもう本当に私あの実際工事邪魔にしに行きたいぐらいですよもうそうなるともうそういうね愚かなことを考えるもうね政治家はもうやめてくれよと言いたいですねインドがね RCEP から外れたのはね別段ねその中国と今ね関係がカシミールの方で悪いからだそういう単純な理屈じゃないんですよ最終的に彼らが大量流入したらどうなるかっていうのがね分かるんですよ彼らは植民されたことが長いから そういうね危機管理っていう能力を持ってるということですよねそこに行くとねニュージーランドとかねまあそういう国々はねそんなにその、えー、インベージョンにあったっていうね被害もねまだ実感がないからどうしてもそういうことになるんですけれども日本はね2600年も国があって何がやってんだよっていう感じですねもうとにかく今の政権もどうしようもないですねはいカートはねこういう短いね MGC の昔ながらの塹壕7マグナムのカートがついてきます構造はですねピコットあれあれこれダミカあ違うすいません私舐めてました私の知ってる昔のカートと違いましたねこれうわ発見なんで色が違うんだろうと思ってたんだかっこいいスプリング付きだはい で、これでということはえっ空打ち可能ええー、知らなかったー情けない一発の MGC ファンを気取りながら私はこの高級カートの存在を知りませんでしたよー <laughs> せき込んじゃいましたこういう感じでねこのキャップ火薬を詰めてね7ミリキャップを詰めて後ろから、えー、プライマーの部分をピッと押すと こいつがピョンと出るとでこれバネになってますからということはこれ空打ちまあち、まあ、たくないですけどねできるということですね<ー>すいません銃の紹介いきましょう刻印はこんな感じですなんかね変な刻印ですよね偽造パスポートみたいなここになってますねあでねランプはね交換用にフロントサイトはこういうのもちゃんとついてきてます 交換用部品確か取説にね交換する時はっていうのも書いてありました軽っ軽の ABS ですねでこのオーバーサイズのグリップなんですけれども、えー、基本的にと44マグナムとかについてきたものよりも握りやすいグイッとちょっとここがキュッとくびれたね素敵なグリップになっていますこっち見せとかちょっとぎょっとしませんこのこれあれ ね、この辺ちょっとあのこの銃の詳しい最終一瞬 MGC のじゃないのかと思っちゃいましたねこんな感じですね、はい、でインサートはねちょっと奥でもう、まあ、ちゃんと入ってますからいいですねよしとしましょう MGC の場合は、えー、シリンダーのところにこういうね、まあ、随分汚いなこれはいこんな感じでねインサートがまあ入っていますと ですはい、重量なんて測っちゃかわいそうなぐらいですけれどもね一応測りましょう軽 465g でこれにカートを足してまあもう大雑把な計測それでも537ですね まあでもね、我々の世代はもう全然この軽さには慣れちゃってますんでねハイパトから育ってますからね金属モデルガンからハイパトに移った瞬間ね何が起きたかと思いましたよねはいそれでもいつの間にか慣れてみんな楽しくやってるんでなんかあの頃はこうなんていうのかな銃口が開いてるっていうことでなんか発火祭りみたいな感じで発火を楽しめればいいやみたいなところがあって軽さが消えてましたね はい、こんな感じになりますちょっと寂しいですね今ねこのダミーカート分解してねあの薬局部分だけあれしようかなと思ってるんですけどこれサイズは入りますあの計は入ります長さが入らないだけでただこれねカートをケース部分だけにしたとしてもダメそうですね、はい、こんな感じでカシャッとね背面の刻印だけちょっと楽しんでいただこうということで いやー知らなかったな、こんなの中っとこ,ろこ,れこれ無印なのかなまあいいや、あるんだから楽しもうって感じですね。で、サイトの覗いたイメージはこんな感じになりますね。いい感じだな、これ。あらら,ら。はい、こんな感じですね。 じゃあ,あの、マルシンさんのとねちょっとね世代がずいぶん違うんでね比較するのもフェアじゃないとは僕は思いますけれどもちょっと並べてみましょうかどうでしょうあ外寸がずいぶん違いますねリアサイトのところで合わせるとちょっと違うって感じですねはいこの辺の造形は非常に似てませんかどうでしょう あとこの位置とかね。<laughs> こいつ、爪で <laughs> 爪で締めちゃった。クイッと。ね、こんな感じでね。ふんふん。で、あとは、えー、そうだな、ハンマーを起こした時の雰囲気っていうのかな。この辺はやっぱり比較すべきでしょうね。見た目がね。こんな感じですね。マルシン MGC と。 ど,どう比べるのこうすればいいのか。こうすれば分かりやすいか。あ、ちょっとマルシンの方が後ろまで来ますね。うん、そんな感じだな。はい。あとね、ここですね、やっぱりね。この隙間。もうよりマルシンの方が追い込んでますね。もうあとほんのちょっと引くだけでもパチンと落ちる。触ったぐらいで落ちますね。MGC。 MGC のもでもね触ったぐらいで落ちますわこれほら一が見てみてこの隙間面白いからトリガープル測りましょうダブルはもういいですかねわかります ?MGC0.89 0.92トリガーアップルシングルアクションでのそのものはですね MGC の方が軽いですねほんのちょっとねダブルいってみましょうかやっぱりやりましょうせっかくの日曜日ですからね2.56 まあスプリングのテンションの問題もあると思いますけれどもねおやばいこれ田中のよりいいんじゃないかなあこれも一回ねグッとこう引く時にね引き始めにかかってあとは軽いですねマルシンのはねずっと軽いですこれこのオーナーの方が調整されたのかな多分そうだと思いますいくらなんでも差がつきすぎだはいちなみにマルシンの方は これヘビーウェイトですからね比べちゃかわいそうですけれども実際586のモデルがカート入りでどのぐらいになるのかなっていうのを参考までに 720g ぐらいになりますね、まあ、このぐらいありゃ十分ですねはい、えー、どうでしょうね MGC の586悪くないと思いますよね当時やっぱり新機軸っていうことでね、あのー、やっぱり本当の意味での新製品っていうのがもうあんまり出ないのかななんて思ってた時にねなんか グッと出たような感じで,で箱もねこれ、えー、ちゃんとした新デザインの箱になってくれたんで L フレームシリーズということでねこれから売るぜみたいな感じでしたよねはいでもちろんうちにあと3丁か4丁ありますんでね順次この MGC の586シリーズもご紹介させていただきたいと思います でこの箱に入ってたトリセツはこういう感じになります。MGC にしてはなんかちょっとクラシカルな雰囲気のトリセツですよねで。中はね、まあ分かりやすいイラストが、あのー、ある意味遊びなしっていう感じのイラストですね。はい。シューター1対応って書いてありますね。シューター1も今度見せましょうかね。お見せしましょうかやっぱりね。見つけましたんでもう。 ししましたよシューター1もね、えー、ガバにつけるエースポイントっていうのかなあの,あのすいません発光体もね発酵装置もねとねこの頃のお店はねあもうこれ新店舗になってますねだからその頃のやつですねはいで箱はこんな感じでしたと、えー、あとグデ玉くんのつくところを少し確認しましょう、まあ、いつものことですけれどもまずこの エジェクターロットのところにはつきますね。グぐでマブラッド。ああとね、これ。この間あのご紹介したグレ玉し醤油ですけれどもね。えー、っと、コメントいただいた方でね、私も卵かけご飯大好きですと、一時期はそばつゆをかけていましたという方いらっしゃったんですけども、それに近いですね。はい。あの非常にねあの、なんていうのかな、だしが効いているという感じでですね。ちょっと甘めかなって感じですね。で私、甘めのものってあんまり好きじゃないんで。 でこれをねいつもかけるね卵かけ醤油本当の醤油みたいなものよりちょっと多めにかけるとねいけますぐで、はい、玉醤油ねはいで本体のぐで玉くんはこんな感じですねもうねほんと卵かけご飯はね大好きでねあとほとんどもうつかないですねぐで玉くんもねあまり出番はないようですはいで前回の続きでね このまた90年のカタログを覗きましょうでこれのね、えー、ここにねしっかりと出てくるわけです586686シリーズがね、はい、写真の木製グリップは9月24日 発売ですすごい。いやということはこのぐらいのカタログをかなりの頻度で作ってたってことですね。MGC ね。すごい。あっ、あったこのカートですな、多分。私の方から読めないんで、ちょっと素性はよくわからないんですけれども。やっぱりちゃんと。ああ記憶になかったな。持っててよかったですな。あとね、結構ね。 この間たまたまね、西部警察の再放送をね、ファミリー劇場で見てたらね、えー、寺脇がこんなので銀行犯を狙撃しようとしてましたね。銃ュアーの44マグナムだったと思いますけれどもね。まあ、シングルアクションだったら十分狙えますかね。ちょっとね、あのー、だったらライフルにしちゃえばって気はしましたけれども、まあ、あれはあれでいいのかなと。このローダー面白いと思いませんか、これね。 こんな充実のね、確かにこうなりますよね。充実のアクセサリーでね。まあ、考えてみると、これね、赤字に銃、えー、っていうのはね、私も大好きでね、えー、ブログ時代からもう赤いペントで今もね、赤使わせていただいてますけれどもね。はい、MG キャップはね、えー、ブローバック用のキャップとスタンダード,スタンダード用のキャップがありましたね。7ミリはね。 うん、面白いなでもちょっと寂しいかな見てくださいほらボルバーこれだけなんですよねもうねこの頃ねただ並行してねこれは最後の方まで SMG の金属モデルはなんか結構そこそこ売ってましたよねなんかそんな気がするな私だって結構あでもそうでもなかったのかなちょっと記憶が薄くなんか混乱してるなとこのこのグリップなんか似てませんこれ マルシンさんのととつついてるやつともしかしたらなて思ってるんですけどもね。でローマンもえー、っとねこれね一時期ねこの、えー、シュラウド付きのものだけになっちゃってでしばらくして、えー、新店舗の上野の新店舗の方がもう閉じるよっていう頃になってやっとねクラシックがなんか再販されたような感じになってましたね。 私はもうガゼンこちらの方が好きなんでね。で、長物はね、もう名中ですね。もうイングラムの調子の良さはね、言うに及ばず。ベレッタの M12S もね、ものすごい調子よかったですね。と、定番トンプソンはずっと売られ続けてましたね。閉店間際までぽつりぽつりと書いてね、これ多分うちに4丁か5丁ありますね。未発火の CP タイプのやつがね。 まあでも銃口から煙が抜けなくても CP だったらそんなに、えー、チャンバーの中が汚れるわけでもないしなんか今度打ってみようかななんて気がしていますでこの M16 はえっと樹脂盤の方なんで、えー、この辺のねフォワードアシストなんかの形状が非常にリアルになったものですこれも多分あると思うな M1 カービンはこの間もお話ししましたけどね買い損ねましたねハイ、はい、ウィンチェスターとランダルはございます MGC のってここのストッパー使わないとここブラブラになっちゃうんですよねガシャガシャガシャカシャって感じで動きますからね私あの実重もそんなもんなのかと思ってましたねちっちゃい頃はあれじゃ実弾は打てないですよねでショットガンね残念ながらねなんで樹脂板になったらこう伸びちゃったんでしょうねバレルがね昔の最初の金属板の方のバレルの長さの方がかっこよかったと思うんですけれどもね で各種マウント類もちゃんとしっかりあってでホルスターはねこの間お見せしましたよねこれも見ましたよねここもねちゃんと笑いましたよねでちょっとガンの方もちらりと覗かせてもらいましょうかうんやっぱりそうなんだよなもうこの M16 のラインナップはすごいな刻印中あっキャリコいましたねこんなのがね 当時ね、えー、相談数を誇ってましたねこれはねこの辺に玉入れんでしたっけじゃらっともう銀玉鉄砲みたいなやつしてねやっぱり固定ですからねこれはモデルガンで欲しかったですねちゃんとねあれあったかいや記憶に薄いなでねベレットですねそれから SW 系に行って この間ねお見せしましたねこれはね多分ねあやってねえかなまだやったと思いますよねウィルソンがきっかけになった私が買ったのは最初はこれでしたねでそれからもうこれはもうこんなところに乗り切れないぐらいのこの後バリエ展開されていきますねはイ、い、デルタリーともありますねでやっぱ CG はあれだな非常に何て言うのかな衝撃的だったな握りやすさとかがな で、ちゃんとブローバックになってくれてね、結構ちゃんと動きましたよね。お持ちの方、ご記憶だと思うんですけれどもね。あ、あとこのね、シューティストって雑誌がありま、す雑誌というか本がありますからね。これも、えー、今度ご紹介しましょう。ねえ、なかなかモデルガンもエアガンも両方っていい時代だなと思いますね。今これ実現してくれてるのは、 田中さんですよね残念なのはねあのエアガンになったりモデルガンになったり移行しちゃうとそのまんまもう発売されなくなっちゃうっていうね片方はねそういうのはなしでなんかいつまでも両方選べるような環境だとありがたいなっんて勝手に思ってますね。まあ、それはだからメーカーさんはロットで作って流通要するに例えば問屋さんとか小売さんの方がそれを吸収してくれればいいわけですね。はい まあね、エアガンだけじゃなくてね、もう銃全般大好きみたいな形のね、えー、不安が増えて、で、えー、お店がいつも活気があって。というようなね、えー、時代がまた来るといいななんて、儚いな夢を見たりもしています。今週の、えー、サンリボですけれども、いかがでしたでしょうか、MGC の m 5 8 6 ABS バージョンでした。ではまた。